それが当てればみんなを支えられる。支えてくれたみんなのために俺が当てるんだ。この空気感いいな。ざわめきと緊張が両方あって。さすが超然卓越の藤原君。それは二階堂先輩のことかと。はあ、俺はお前たちを潰すために弓道を続けてるんだ。何かおかしい。もっともっともっと。落ち込むことも。5人で弾くのは他の4人を助けフォローするためだ。1人だけ頑張っても意味がない。5人一緒でないと。オチはみんなの背中を見てる。みんなが弓を引くところを。だから俺は知ってる。繋いだ手と手のぬくもりがお互いの。シュウ君、シュウ君、俺は絶対お前には負けねえ。売られた喧嘩は買うしかないっしょ。嘘なんかねえから、お前と違って。弓道なんて当たればいいんすよ。もう話すつもりはない。どんな時でも。やっぱり弓道が好きだ。もっと弾きたい。一本でも多く。つるね、つながりの一社。1月より放送開始。